アイテム番号 SCP-132JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-132JP 1実態は小動物飼育用ケージに保管し文字が記載された紙媒体の持ち込みが禁じられている収容室内に収容してください。 SCP-132JP1 には通常のシミ目シミ科と同様のサイクルの給仕を言ってください。 SCP-132JP1 による繁殖は1体の生体のみが常に予備として確保されるようにし他の個体については変態前に焼却処分してください。焼却処分に携わる人員は2サイクルごとに必ず交代し抗体後メンタルセラピストによる簡易的な診察を受けてください。SCP-132JP には規定の A4 用紙状のみが活動領域となるよう、SCP-132JP1 による産卵を誘導してください。SCP-132JP2 の活動領域に指定された A4 用紙は SCP-132JP1 と異なる収容室内に安置してください。収容室内には給仕用のプリンターを設置し、1日に3度給仕として A4 用紙に無作為のひらがな文字を310字印刷してください。フォントサイズは現在のプリンター規格では、10に設定してください。SCP-132JP2 の生育が問題なく進行しているのならば、孵化より4ヶ月後に、1個体のみを確保し残りを焼却処分してください。確保された1個体は SCP-132JP1 予備として飼育を継続してください。許可なく SCP-132JP2 とコミュニケーションを図ることは禁止されています。その点についての特記事項は事案。132、KK 文書を参照してください。説明。SCP-132JP1 はシミメシミカ亜種と思われる未分類の昆虫類です。外見と食性はヤマトシミに類似していますが、幼虫期間において変態を行うこと。マイナス5までの環境下なら活発に活動すること、乾燥に耐性があることにおいて従来と異なった生態を有しています。SCP-132JP1 は1ヶ月に1度、無償生殖による産卵で繁殖を行います。産卵は、何らかの文字が描かれた媒体、多くは植物由来の集合繊維、の上で行われ、20分で10から30個の卵を産みつけます。産み付けられた時点で卵は繊維と癒着しており、その後5分かけて放射状のシミを繊維状に残しながら溶解します。発水性の高い紙を用いた場合でも、卵は問題なく放射状のシミを残して溶解しました。SCP-132JP1 の寿命は6から7ヶ月程度であると思われます。SCP-132JP2 は放射状のシミが形成されてから30分後に、放射状のシミから紙面上へと出現する10から30体の個体です。これらは SCP-132JP1 の幼虫形態と思われます。SCP-132JP2 は出現先の媒体に記載されている文字と同線量、同字体の形式で書かれている、ゆ、または、ゆ、の文字です。一つの紙面上に異なった線量または字体で書かれた複数の文字がある場合、そのどれか一つが無作為的に選択されます。SCP-132JP2 は紙面上をうねりながら移動し、紙面上にある自身と同線量の文字を塗色します。塗色された文字は紙面上より消失します。SCP-132JP2 は魚類に似た行動様式と群生質を持ち、紙面上で移動を行った痕跡として、同線量による複数の点のシミを短時間残します。生育が通常通りに進行した場合、SCP-132JP には孵化より5ヶ月後に円形のシミであるサナギ形態へと変化します。サナギ形態への変化から30分後、サナギ形態のシミが描かれている紙面部分を突き破って SCP-132JP1 個体が出現します。SCP-132JP には、の文字を物理的に損壊させるか、または同線量を用いて完全に、塗りつぶすことによって破壊が可能です。また、SCP-132JP2 個体が存在する紙面を切り取り、同一の素材と構造を持つ他の紙媒体紙面上に固定することで、
SCP-132JP2 を他の紙面へと移動させることが可能です。SCP-132JP2 は孵化してより3週間後から、自身と同線量、同字体の文字を紙面上に出現させることによる会話を行い始めます。それらの文字は10から14秒で消失しますが、この時、SCP-132JP2 の食事対象とならない線量を用いた文章を書き入れることで、SCP-132JP2 とコミュニケーションを図ることが可能です。以下は、その性質を利用して SCP-132JP2 と A4 用紙上で会話を行った際の、複数時点での A4 用紙上の記載を編集してまとめたものです。132会話記録、01。インタビュー対象、SCP-132JP2。C3 軍、インタビュアー、博士。ゆゆ、泳ぐ練習、ゆゆ、やったね。君たちは、自分のことをどれだけ理解しているのかね。ゆゆ、お腹すいた。ゆゆ、僕たちは生きてるよ、それだけだよ、ゆゆ、誰かと話してる。ゆゆ、進め。ゆゆ、ご飯くれ。この A4 用紙の外のことは認識できているかね？混ぜて、ゆゆ、お話はしてるけど、僕たちに見えるのは、ゆゆ、この、白い海、だけ、でも外のこと走ってる。ゆゆ、集まる練習。ゆゆ、休む。どうして知っている？ゆゆ、これでよし、ゆゆ、僕たちが一つだった時に、見てきたから、ゆゆ。ゆゆ、もう一踏ん張り。それはシミの形の生態のことか？ゆゆ、多分、そのこと、ゆゆ、ご飯探そうよ。我々のことをどう思っている？ゆゆ、ご飯くれる、いい人、ぶつかっちゃった、ゆゆ。132会話記録、04、インタビュー対象。SCP-132JP2 C5 軍、インタビュアー、博士。ゆ、列崩れてる、ゆ。仲間のことは知っているか？感覚大丈夫、ゆ。みんなのことはよく知ってるよ、ゆ。おやすみ。ゆ、ご飯美味しかった。ゆ、こっちだよ、ゆ。他の群れのことはわかるか？詰めろ、ゆ、よくわかるよ。寝れない、ゆ、困ったね。ゆ、運動。ゆ、僕ちょっとずれてる。我々が他の群れに行っていることはわかるか？ゆ、ごっつんこ、ゆ、よくわかってるよ、ゆ、これでよい、ゆ。ゆ、休む。ゆ、これでよし。それについてどう思うか？ゆ、しょうがないよ、ゆ、あなたもご飯食べるために、ゆ、おやすみ、頑張ってるだけだもの。ゆ、眠くなる。